マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズ、この試合の模様をお送りいたします。カープの先発は左の黒原、対するスワローズの先発は右の高梨、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。左の黒原、マウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは太田。第1球投げました、外角低め、カットボール外れてボール、投げました、決まった、ストライク。第3球を投げた、打った、ライトの右、ヒットになります。太田二塁を狙う、太田ツーベースヒットを放ちました。カープ先制のピンチを迎えます。バッターは2番サンタナ。カープいきなりピンチを迎えています。初球を打った、黒原ボールを掴んだ、ピッチャーから一塁送球、アウト。カープなおもピンチが続きます。第1球投げた、初球はストライク、まずは入れてきました、内角低め、外れてボール、投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、ファウルボール。カープここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは4番村上。第1球投げた、アウトロー際どい球、ボール。さあ次の投球、見送ってストライク。第3球を投げました、見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます、ボール。第5球投げました、直球、空振り三振、2者連続三振でピンチをしのぎます。さあリプレイです。黒原ワンアウト三塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。カープまずはゼロに抑えました。2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターはオスナ。第1球投げました、カットボール見送ってストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、打った、第5球投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。バッターは6番浜田。第1球投げた、ボール。第2球投げた、危ない球。第3球は見送ってストライク、投げた、打ちました、ファール。次は5球目、投げました、打ちました、バットの先っぽフラフラっと上がった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番長岡。第1球投げました、低めいっぱい、ストライク、まずは決めてきました、投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、これは内野フライ、取りました、これで3アウト。黒原三者凡退、無得点に抑えています。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは古賀。第1球インロー際どい球、ボール。投球これから2球目、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット。古賀1塁回って2塁へ、古賀いいバッティングを見せました。カープ先制のピンチを迎えます。背番号14。第1球投げました、外れた、ボール。第2球投げました、あーっとショーフライになった、一塁送球、アウト。ランナー三塁に進みました。カープなおもピンチが続きます。投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク、まずは入れてきました、ストレートはボール。投球は3球目、決まってストライク。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、ライナーだ、センター前ヒット、スワローズ1点先制、1対0。今の先制の場面リプレイでご覧ください。右バッターボックスにはサンタナ、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。第2球投げた、スラーブはボール。
第3球は直球見送ってストライク。さあ4球目ストライク。第5球投げた、ストレート、空振り三振、ボール球で仕留めました。右バッターボックスは3番山田。第9球初球から打ってった、ヒット、センターからサードへ、山田ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。左バッターボックスは4番村上。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。初球打ち、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって1対0カープ先制点を奪われています。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターはオスナ。第9球ストライク、膝元厳しいところ。第2球投げました、完全に外れた、ボール。第3球を投げました、打ちました、痛烈、伸びた、レフトを見上げた、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。変化球を完璧に捉えられました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスは浜田。第1打席はキャッチャーフライに倒れています。1球目ストレート空振り。さあ次の投球ストライク、膝元厳しい球でした。これで追い込みました。流し打ち、どうだ、ライナー破った、浜田いいバッティングを見せました。バッターは7番長岡。第1打席はピッチャーフライ、打ちました、初球打ち、これはヒットになります。センターからサードへ、長岡ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第9球見送ってボール。第2球投げました、スラーブ空振り、少し迷ったか。第3球は打ちました、セカンドゴロ、ゲッツーになるか、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。カープなおもピンチが続きます。第1球投げました、ストライク。第2球投げました、打った、これは詰まっています、セカンド前方のフライになりました。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって2対0黒原、この回さらに1点を失いました。スワローズこの回は打順よく1番からの攻撃。左バッターボックスはトップバッターの太田、これが3度目のバッターボックス。1球目ストライクから、変化球ストライク低め。第3球を投げた、1球外した、ボール。第4球を投げた、インロー、空振り三振。バッターは2番サンタナ、今日はピッチャーゴロと三振。第9球打った、ファール。さあ次の投球、打ちました、三塁線、ライナー破った、ヒット、サンタナいいバッティングを見せました。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは3番山田。第9球投げた、初球を打ちました、ライト前に出る、ヒット、中継、山田ナイスバッティングです。カープピンチを迎えます。さあこの大事な場面、軍配はどちらに上がるんでしょうか。第9球投げた、カットボール決まってストライク、まずは決めてきました。投げた、アウトロー際どい球、ボール。第3球を投げました、ボール。次は4球目、4球目空振り。第5球投げました、インコース高めいっぱい、見逃し三振、内角高めいっぱいに決まった。引き分けで終了です。ご覧いただきました一戦は7対7、引き分けで終了しています。実況担当は堂前秀夫で、松田ズームズームスタジアム広島からお伝えしました。